あの竜の、動画から行きますよ。そしてそれによって止めて説明するのもあります。いろんなものが映り込んでると思いますので、これちょっと分かりづらいのかもしれないんだけども、ちょっといいですか。これが竜の顔になってるんですよね。こう、まあ後で止めてますけどね。ここに今飛んで歩いてるのもそうだけど、女の人とか顔も、これはね本当に高度で、ちょっと分かりづらいかもしれない。分かる人は分かるんですよね。これ、これは自分の始まりの時にこれ見たもんで、すごいありがたい映像で、これいいですか。これ今度静止画っていうか、こうスライスして戻して教えますね。実はねこれ最初からもうあれなんだけど、分かりづらいかもしれないけど、ここに頭のハゲとこうヒゲ生えたんだけど、ちょっと自分しか分かんないって言えば分かんないんだけど、これがシャカラ竜王様っていう、教えてもらったんですよね。シャカツラ竜王様ね。それを今度ねスライスしていきますと、これね分かるかどうか分かんないけども、これね、これね竜の顔になってるんですね。ここが、うん、それ目で、そっち目でね、うん、まあ、うん、口で、で角になるような、でねこう回していくと、ちょっと分かりづらいんだけど、これがね飛んでるやつなんですよ。これほらほらほら、これがニール君なのね。ほらほらほら、これニール君、ほらほらニール君ね。で、ちょっと分かりづらいんだけども、これ逆さにすると分かんない。ここにね、女の人の顔なんだ。この竜のこう逆さなんだよ。こう目鼻あって、これ竜のね冠みたいな。これは何かって聞かれた時に、これ逆さにならないんだね。これね携帯のあれなんだけど、もっとこう絞っていくと、これがね善良竜王様っていうのが映り込んだと。この顔の中ね、これすっごい分かりづらかった。これね訓練だと思って見てもらえれば本当ありがたいですけどね。これ竜の顔ね。この画面はね、テレビの画面はねちょっとひっくり返らないもんだから、でねここ光るとこのね、ちょっともう全然分かりづらいんだけど、ここね、うん、これね、実はね、ここに傘帽子様が映ってるんだよね。ここでね、顔が、目と目、鼻、口あって、まあ、こんなこと言ったらちょっと待ち当たるけど、ちょっとこう着物着てるようなね、こう今朝のこう、まあ、見える人には多分、見えると思うんですよね。慣れてくると見える。でこうずーっと行くと、ね、この顔もね、だんだんはっきり分かって、逆さなんだけど、ね、これも、これが目なんですよ、目。で、竜の冠みたいなのがこうあって、こう鼻、この口、このなんか月みたいな、こう、ね、お姫様みたいな、まあ、ね、ほら、こういう感じでね。ね、ずっと行くとね、とんでもないものがね、これこれでもね竜で、これわかるかな、これ角がねこう透明でわかんない、こう頭からね、これこう顔の輪郭で、これ眉毛みたいなとこ、これが顔の輪郭なんだよね、こう竜のね、うん、この眉毛、この目にあるか分かるかな。でこれね、とんでもないものが映ってるっていうのは、先に進んでいくとちょっとね、止めれるかどうか、これもすごい早いかなと、止めれるかどうか分からないんだけども、ほら、えっ、あれ、どうか、あれ、
ちょっとここを記してるの、そこ、はい、映ってるの、これが書いてるっていうこういう動画ね。これはぜひね見てもらいたいの、ありがたいね映像でもあるんでね、あの上の方にもたくさんの天の神がね、あの見てるような地上を見てるようなイメージのものを映し出してる映像で、これはね自分のね何ていうのかな、足がかり第一歩になって、このこれをね希望に変えてみんなの前にこう伝えていこうかなと思ってる。まあこれまあちょっとこれ皆さんからね、これで一回また次